皆様おはようございます。こちらは公明党でございます。本日8月15日は77回目の終戦記念日です。平和への誓いも新たに、ここ池袋駅東口をお借りをいたしまして、公明党街頭演説会を開催をさせていただきます。本日の参加者をご紹介を申し上げます。公明党代表山口那津男参議院議員、公明党東京都本部代表高木陽介衆議院議員、公明党東京都本部副代表竹谷とし子参議院議員、公明党東京都本部副代表塩田博明参議院議員。司会を務めますのは衆議院議員の岡本三成でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。大変暑くなっておりますので、足を止めてお聞きいただける皆様はどうか日陰をご利用いただいたり、こまめな水分補給をよろしくお願い申し上げます。まずはじめに衆議院議員の高木陽介よりお訴えを申し上げます。皆さんおはようございます。ただいまご紹介をいただきました公明党の選挙対策委員長、東京都本部の代表を務めております衆議院議員の高木陽介でございます。本日は77回目の終戦記念日となりました。本日改めてこの不戦の誓いをするこの場にしてまいりたいと思っております。この77年間我が国は平和を享受してまいりました。しかしながらこの世界に目を転じてみますと、本年2月よりこのロシアによるウクライナ侵略、この戦火が広がっているこの現実を見るにあたりまして、改めてこの平和を何とかして築いていかなければならないとの誓いを新たにしております。そういうような中にありまして、この我が国を取り巻く東アジアの現状も大変緊迫したものもございます。お隣の北朝鮮では度重なるミサイルの発射ということが行われておりますし、また先日も台湾海峡における中国のこの軍事演習というものもございました。そういった中にありまして、多くの国民の皆様方は我が国の安全保障は大丈夫なのか、こういった不安をお持ちの方々もたくさんいらっしゃると思います。この間日本は安全保障の問題に対しまして、私ども公明党そして自民党の連立政権は現実的な地に足をつけた対策を取ってまいりました。例えば平和安全法制をはじめとして、憲法の枠内における自衛隊がどこまでできるのか、こういったものを明確にしながら、この平和安全法制を2015年成立をするとともに、それがベースとなって日米同盟がしっかりとした絆を深めるという形となってまいりました。我が国の安全保障、日本だけではこれは到底立ち行かないということは現実の問題であります。アメリカとのこの同盟関係を強化する中にあって、その防衛安全保障の問題というのは軍事的な問題だけではなく、外交の問題も含めてしっかりとした対話を重ねていく、そういうチャンネルもしっかりと重ねていかなければいけない、こういうような流れの中で日本の安全保障というものも考えていかなければなりません。年末に向けてこの安全保障の3文書というものを作り上げる段取りとなっておりますが、私ども公明党は地に足をつけた現実の中にあって、どのように平和を構築できるか、それをしっかりと議論をしながら推し進めてまいりたいと思います。いずれにしてもこの8月の15日という終戦の日にあたって、
私ども公明党はさらに平和を築いていくということをお誓い申し上げまして、一言お訴えとさせていただきたいと思います。大変にありがとうございました。続きまして第3次岸田内閣復興副大臣竹谷とし子参議院議員よりお訴え申し上げます。皆様こんにちは。公明党参議院議員の竹谷とし子でございます。7月の参議院議員選挙におきまして3期目の当選を果たさせていただくことができました。最終盤まで当落選状を争う厳しい戦いの中で、皆様の執念の押し上げで勝利をさせていただくことができました。心から感謝を申し上げます。本当にありがとうございました。そして8月12日岸田内閣の復興副大臣を拝命いたしました。東日本大震災からの復興、そして原発の被害で今なお苦しんでおられる福島の方々のためにしっかりと力を尽くしてまいる決意でございます。本日77年目の終戦を迎えまし、終戦記念日を迎えました。今年の6月に核兵器禁止条約第1回の締約国会議が行われました。公明党はこの核兵器禁止条約を、核兵器は違法なものであると禁ずる国際法の規範ができたものと高く評価をしております。公明党が求めていたこの第1回の締約国会議に日本がオブザーバー国として参加をすることは叶いませんでしたが、長年にわたって公明党の中で中心的に核廃絶に尽力をしてこられました浜田前参議院議員を派遣をいたしました。また私たち公明党は広島県本部と青年委員会が中心となって毎年平和創出行動を実施をしております。今年は7月26日に開催をいたしました。私も参加をさせていただき、原爆慰霊碑に献花をして、それに先立ち今に核兵器の原爆の悲惨さを伝える平和資料館を館長さんの説明のもと見学をさせていただき、核兵器廃絶への決意を新たにさせていただきました。来年5月には広島で G7 のサミットが行われます。そこで核兵器の悲惨さ、原爆の実相を伝える展示を直接世界のトップリーダーに見ていただき、理解をしていただく機会となるように公明党として力強く後押しをしてまいりたいと思います。最後に終戦77年を迎え、私竹谷とし子公明党の女性議員として世界の平和、そして人類の発展のために貢献する国づくりに邁進をしていくということをお誓い申し上げてご挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。続きまして、公明党代表山口那津男参議院議員よりお答えを申し上げます。皆さんこんにちは。公明党代表の山口那津男でございます。本日は77回目の終戦記念日であります。改めて先の戦争で命を落とされた方々に心からのご冥福をお祈り申し上げますとともに、ご遺族、また戦争で傷ついた方々、心からお見舞いを申し上げたいと思います。二度と繰り返してはならない戦争、そして77年間これを発生させないできた人々の努力、特に戦争を経験した多くの人々のその訴えが、その経験談が戦争を押しとどめる力として
働いたことは間違いありません。またその終戦直後は日本中の世界中のあちこちに生々しい戦争の傷跡、戦跡が残っておりました。それらを見るたびに二度と破壊と殺戮を行ってはならない、そうした誓いを新たにすることができました。77年を経てその直接の体験者は少なくなり、また戦跡も形を変えて近代的な都市に生まれ変わり姿を変えてまいりました。しかし私たちは再びこの戦争を経験した人々の叫び、訴え、これを我が物として身につけ、さらに後世に伝え残していかなければならないと思います。そして私たちが今この現代で目の当たりにしているのは、ウクライナのロシア侵略、ロシアが侵略するその姿であり、戦前の我が国のありさまに重ね合わせてみる人も多いと思います。かつての日本の歩みの経験、そして今のロシアの振る舞いの教訓、これらを生かして私は3つのことを皆様にお話し申し上げたいと思います。1つ目はしっかりと備えを固めるということであります。2つ目はそうした武力の行使を招かないルールをしっかり作るということであります。そして3つ目はそうした暴挙が起こらないように対話で未然に防ぐ、その対話の枠組みを作るということであります。第1点目のこの備えをしっかり固めるということ、ウクライナの出来事は人事ではありません。あのロシアの暴挙を非難する傍ら、この日本の隣国、国境を接しているロシアが北方領土やあるいはこの東アジアで軍事訓練を重ねている、そのことをしっかりと見据えなければなりません。北朝鮮はミサイルの発射を繰り返し、そしてまた中国も軍事的な行動を拡大をし、先には台湾の周辺での軍事演習を行い、我が国の EEZ にミサイルを5発撃ち込んでくると、そうした挑発、牽制の軍事訓練を行いました。こうしたことがエスカレートしないように、そして他国へ向けられないように、日本自らが力の空白となって不安定な存在とならないようにしていくことが大事であります。自らの防衛力、憲法9条に基づく専守防衛の理念に裏付けられた防衛力と、そして日米同盟による抑止力、対処力、これが相まって日本の備えをしっかり固めていくという取り組みが重要であります。年末にかけて戦略、対抗、中規模、3つの重要な安全保障関係の文書が作られる予定であり、その過程でさまざまな議論が行われていくことでありましょう。この現状の日本を取り巻く安全保障環境をしっかりと認識した上で備えをしっかり固める、そうした内容にしていかなければならない。それがこの東アジアでの安易な武力行使を招かない、そういう存在になることが重要だと思います。2点目、こうした国際秩序、戦前の日本はそれをないがしろにし、ロシアもまた現状に挑戦的であります。だからこそ二度と起こさないような国際ルールをしっかりと作り上げていくことが大切であります。今ニューヨークで NPT 核不拡散条約の再検討会議が行われております。3つの分科会のうち第一分科会、つまり核軍縮を進めるための委員会で、この
最終文書の原案が示されました。そこで訴えられていることは、核兵器を持つ国は先制使用してはならないということであります。核兵器を持つ国が自らの自己主張によって核兵器を使い出せば、それに反撃するさらなる核兵器の使用を招き、地球は破壊的な状況になりかねません。だからこそ、核兵器を持つ国こそ自制をし、先制不使用、これを国際規範としてしっかりと約束をしなければならないと思います。さらに、核兵器を持つ国が核兵器を持たない国を攻撃してはならないということであります。圧倒的なこの力の差、核兵器を持つ国と持たない国がそうした差がある中で、弱い立場の核を持たない国に核兵器で攻撃を行えば、その結果は明らかであります。だからこそ、核兵器を持つ国は絶対に核兵器を持たない国を攻撃してはならない。消極的安全保障と言われておりますが、これを規範として確立することが重要であります。さらに、核兵器を持つ5つの国、国連の安全保障理事会の常任理事国、この5つの国が今年の1月に共同声明を発しました。そしてその中身は、核兵器は使われてはならない。核兵器の使用はいずれにも勝者をもたらさない。こういう共同声明を発し、その5つの国の中にはロシアも含まれ、中国も含まれ、もちろんアメリカ、フランス、イギリスも含まれているわけであります。その後のウクライナ侵略に伴うロシアの核兵器使用をほのめかす脅しがかけられているわけでありますが、しかしこの今年の1月の共同声明、この舌の根も乾かないうちのプーチン大統領の発言でありますけれども、一方で駐日ロシア大使ガルージン大使は今年の6月4日8月4日、広島の慰霊碑に献花をした折に、記者会見で、ロシアこそ核軍縮のリーダーであると、ロシアは決して核兵器を使うことはないと、こう明言をしました。であるならば、ロシア自身がこの NPT 再検討会議で進められている最終文書、これに自ら合意を作り出す、その先頭に立って、そのガルージン大使の主張を裏付けるべきだと、こう訴えたいと思います。そしてこれらのことが最終文書に盛り込まれれば画期的なことであり、今年の8月6日広島の平和記念式典で初めて参加した国連事務総長グテーレス、アントニオ・グテーレスさんは、まさにこのことを広島で語りかけたのであります。核兵器を持つ国は先制不使用を約束するべきである。さらに、核兵器を持つ国は核兵器を持たない国を核兵器で攻撃してはならないということ、さらには核兵器を持つ国が国際社会に対して透明性を確保すべきこと、これらの訴えは今まさにグテーレスさんの言葉のままに NPT 再検討会議、この第一分科会で最終文書の原案に盛り込まれているわけであります。さらに加えて、核兵器禁止条約、今年の6月に初めて第1回締約国会議が開かれました。ここには公明党の現職参議院議員であった浜田雅義議員、我が党は派遣をして議員としてのオブザーバー参加をさせた上で主張を展開しました。核兵器禁止条約には被爆者の支援、さらに核兵器で汚された環境の修復などが目標として掲げられております。これを達成していくためには、我が国の経験知識こそ最も貢献度の高いことになるはずであります。だからこそ、我が国が来年の第2回の核兵器締約国会議にオブザーバーとして参加をする、これを表明してこそ
この我が国の持つ経験や知識が核兵器禁止条約の枠組みの中で国際社会に役立てられていくはずであります。ぜひとも政府にこのことを促していきたい。第2回締約国会議オブザーバー参加を促してまいりたいと思います。こうした豊富な内容を盛り込んだ NPT 再検討会議、これが NPT の枠組みとそして核兵器禁止条約の枠組みをお互いに補完し合い結び合わせて、そして核兵器を持つ国と持たない国を橋渡ししていく、まさにこの橋渡しの役割こそ日本の国際社会における核軍縮の大きな使命であり責任であるということを強くお訴え申し上げたいと思います。岸田総理はこの8月1日に NPT 再検討会議に出席をして自らの信念を語りました。そして今年の11月23日に国際賢人会議を広島で開催をすると訴えました。明年は5月に同じく広島で G7 の首脳会談が開催をされます。この大切なこれからの1年間だからこそ、岸田総理が我が国の先頭に立って核兵器のない世界を目指して世界のリーダーシップを取っていくべきだとこのように考えます。我々公明党は与党の一角としてその岸田総理の挑戦に大いに支え、大いに前へ押し出して共に核兵器のない世界を目指したいと思います。3点目は対話の枠組みを作るということであります。既存の対話の枠組みにはない新たな役割を持った枠組みを作ることが重要であります。そのためにはこの緊張が高まりお互いに軍備の対抗する機運さえ生じている中で不測の事態が起きては大変であります。お互いがチキンレースのようなことをやって、それが万が一の武力行使に発展することが絶対にないようにしていかなければなりません。そのためには対抗する国がお互いに参加をする安全保障の対話の枠組みを作っていくことが必要であります。先般 ARF ASEAN の地域フォーラム、ここはこの対抗する中国やあるいは北朝鮮も参加できる枠組みとなっております。そしてこの議長声明の中で東アジアにおいても緊張を高める行動は自制すべきであるという声明が出されました。しかしこの ARF は閣僚級の首脳級の大きな会議体だけであります。これは常設的にもっと頻繁に対話が行える、そういう枠組みを新たに作ることが大切であり、そしてその事務局をこの日本に設けて大使級でいつでも課題を率直に話し合う、そして衝突や偶発的な事故、武力行使、これを防いでいく、事前に防いでいく、そしてまたルールを作っていく、その土台とする、そうした安全保障の対話の新たな枠組みをこの日本の含まれる東アジアに作るべきである、あるいは ASEAN 諸国、そしてアジア太平洋地域を広く含んだ対話の枠組みに発展させていく、こうした試みを日本が先頭に立って行っていくべきであると考えます。ヨーロッパには OSCE という仕組みがすでに存在をいたします。ここには対抗当事者と思われていたロシアやアメリカも参加をして、そしてウィーンに常設の事務局が置かれて随時対話が重ねられており、この度のウクライナのロシアの武力行使の当初もこの OSCE の監視団がロシアの武力行使をしっかりと監視し、そしてその事実を国際社会に伝えていくという役割を果たしました。残念ながらこれを予防するまでの対話の実りには至りませんでしたけれど、今現に武力行使が行われていないこの東アジアだからこそ、それを
させないための、そして未然に防ぐための対話の枠組みを作っていくべきであると、こう強く訴えたいと思います。もし日本の周辺で武力による一方的な力の行使が行われれば、日本は決してそれと無縁な立場ではいられなくなる恐れがあります。だからこそ、そうしたことを起こさないために、対話の枠組みを常に作り、そしてオープンにし、そして実りが結ばれるようにしていくことが今こそ重要であります。日本が決して自ら武力行使の当事者になったり、あるいは巻き込まれるようなことは絶対に避けていかなければなりません。このことを今日皆様にお訴えし、今申し上げた我が国自らが備えをしっかり固めること、そして国際社会に新たなルールを作る、これを NPT 再検討会議の席上出されている最終文書の案に倣って、こうしたルールをしっかり作り上げることが重要であること、さらにはこの東アジア、そしてまたインド太平洋、この地域に対抗当事者も含めた対話の枠組み、しかも常設的な事務局を日本に置いて、そして常に対話が行われる枠組みを作るべきである。以上3つのことをお訴え申し上げまして、本日のご挨拶とさせていただきます。皆様ご清聴ありがとうございました。以上をもちまして、8月15日終戦の日を記念いたしました公明党の街頭演説会を閉じさせていただきます。お話を聞いていただきました皆様、本当にありがとうございました。